こんにちは。こちらはですね、調理師試験の動画になります。で、今回はですね、食品添加物の語呂合わせになります。食品添加物というのはですね、食品にある目的を持って、つけるものになります。で、例えばですね、まあ、着色料とか、発色剤とか、ありましてですね、今回はこう、色をですね、どちらかというとこう、つけるとかですね、食べ物の色を出したりとかですね。そしてこう食べ物をですね、こう美味しそうに見せるようなものがですね、多く登場する、食品添加物が多いかと思います。で、まあ、食品添加物というとですね、こういろいろなものがございます。他にも保存料とかですね、乳化剤とかいろいろございまして、今回はですね、紹介するのは、3つ。あります。着色料と発色剤と酸化防止剤ですね。この三つのですね、食品添加物をですね、今回は、覚えるためのですね、語呂合わせを紹介いたします。その動画でございます。で、まず語呂合わせの文章からいきたいと思います。で、水食べちゃう。おしょうさん発色。エリさん納得酸化です。これだけだとちょっとどういう意味かよくわかんないと思います。で、水食べちゃうっていうのはですね、こう水をですね、こうバクバク、こう食べ物みたいにしてこう食べるってことなんですね。ガツガツ。そういうまあ超能力というか魔法というかですね、不思議な能力でございますけれども、その能力を持つですね、おしょうさんがいるんですね。これ、漢字はですね、ただの当て字です。音がですね、小さんなので、おしょうさんとしました。おしょうさんはですね、こう、お坊さんですよね。で、そのお坊さんが、不思議な能力を持っております。超人的な、まあ、超能力とか、まあ、魔法みたいな、こう、能力を持ってまして、で、まあ、こう、水をですね、こう、バクバク、こう、食べ物みたいにして、こう、食べちゃうとかですね。あるいは、こう、発色ですね。まあ、いろいろなですね、発色をですね、この1,2,3,4,5,6,7,8 の8番の発色としてもいいと思いますけれども、こう、いろいろな色をですね、こう、体から出すことができるって、こう、不思議な能力を持って、おります。そういう和尚さんがいるというところでございます。というイメージの文章になります。水食べちゃう和尚さん発色。で、最後はですね、こう、エリさん。エリさんという方がいらっしゃいまして、その方はですね、この和尚さんのですね、こう、開催するその不思議な能力のですね、こう、セミナーとか、講習会とかですね、まあ、修行する会とかですね、まあ、そういうものを、和尚さんは主催しているんですけれども、その不思議な能力をですね、こう、開発するセミナー、それにですね、エリさんがですね、参加するかどうか迷っているんですけれども、実際にその和尚さんのこう不思議な能力を目の当たりにしたときにですね、ぜひ参加したいと、この能力にですね、こう納得して参加する気になったっていう、まあそういうイメージの語呂合わせになります。それがですね、こうエリさん納得参加ですね。でございます。まあそういうイメージのですね、語呂合わせになります。で、水食べちゃうまでがですね、こう、一区切りなんですね。で、水がですね、水溶性アナトウの水になりますね。うん。水溶性アナトウ。で、水食べちゃうの他がですね、タール色素製剤でございます。で、食べちゃうのベがですね、ベータですけれども、
ベータカロチンでございます。で、茶運がですね、着色料の茶ですね。で、着色料というですね、こう大きな、大まかなカテゴリーがありまして、その着色料の中に、水溶性アナトー、タール色素製剤、ベータカロチンがあります。着色料というのはですね、こう、文字通り、色をつけると書きますけれどもですね、食べ物にですね、こう、色をつけて美味しそうに見せる、という、まあそういうものになります。簡単に言いますと。だこう赤いと美味しそうに見えるものに赤色をこうつける、みたいな。そういうようなものになります。そこまでが着色料ですね。で、続きまして2行目です。お嬢さん発色のですね、発色剤なんですけれども、お嬢さんの硝酸がですね、亜硝酸ナトリウム、お嬢さん、亜硝酸。亜硝酸ナトリウムですね。で、またこの硝酸がですね、続きますけれども、硝酸カリウムっていうのもあります。で、発色がですね、まあそのまま発色なんですけれども、この発色剤というですね、こう、大きなカテゴリーがあって、その中に、亜硝酸ナトリウム、と、硝酸カリウムがあります。で、この発色剤ですよね。発色剤というのはですね、色を発生させるものになりますね。つまりですね、例えば赤色のものがあったとして、赤色を持つものがあったとして、その赤色をですね、こう、はっきり出させる。それで美味しそうに見せるという。そういうものになります。着色料と発色剤、大変ですね、こう、似通っておりますけれども、着色料の方は色をつけるんです。赤かったら美味しそうに見えるものに赤色をつけるのが発色料になります。で、発色剤というのは、その食べ物が赤色を持っているとしたら、その赤色をこう引き出すっていう、そういうものになります。それが発色剤です。ここまではですね、着色料発色剤ときましたけれども、最後はですね、ちょっと色とちょっと異なるものなんですね。それがエリさん納得酸化のですね、酸化が酸化ですね。酸化防止剤になります。酸化防止剤というのはですね、まあ、脂身、油脂、脂身のあるですね、こう、食品がですね、こう、空気中の酸素に触れるとですね、酸化して、食べ物の味とか、色とか、匂いとかこう変わったりして、中にはですね、こう、人の消化系とかにですね、悪影響を及ぼすものもあります。あるいはこう食中毒にしてしまったりするものもあるので、その脂身のある食べ物をですね、酸化しないようにする。酸化防止ですね、つまり。酸化しないようにするもの。それが酸化防止剤になります。で、酸化防止剤にはどんなものがあるかというと、エリー酸のエリソルビン酸ナトリウムですね。まあ、エリと酸だけ覚えておけばですね、エリなんとか酸というものをこう選択肢から選べるかなというふうに思います。まあ、例えばですけれども、酸化防止剤にはエリソルビン酸ナトリウムがあるとかですね。いう文章があったときに、この文章は正しい文章であるというふうに選び取ることができます。ある
いは、調理試験の場合はですね、正しい文章を選べとかですね、間違った文章を選べとか、そういう問題がですね、こう大変多く出題されますけれども、エリソルビン酸ナトリウムが酸化防止剤であるということを覚えておけばですね、酸化防止剤イコールエリソルビン酸ナトリウムであるっていう文章があったときに正しい文章として選ぶことができますし、また誤った文章を選び取るときにですね、例えばエリソルビン酸ナトリウムは酸化防止剤であるっていう文章があったときに、誤った文章を選び取るのですから、これイコールこれのものは選択肢から外すことができます。あるいはエリソルビン酸ナトリウムは、着色料の代表的なものであるとかですね。例えばですけども、そういう文章があったときに、エリソルビン酸ナトリウムは、着色料ではないので間違った文章であるということが言えます。間違った文章を選ぶときは逆に、その選択肢を選ぶということになります。ということで今回はですね、着色料、発色剤、そして酸化防止剤のですね、語呂合わせでございました。着色料の中には、水溶性アナトー、タール色素製剤、そしてベータカロチンがあります。で、発色剤の中には亜硝酸ナトリウムや硝酸カリウムがあります。で、最後の酸化防止剤にはエリソルビン酸ナトリウムがありますね。代表的なものとしてこちらがございます。ということで、今回はですね、3つの食品添加物、着色料、発色剤、酸化防止剤を見てまいりました。ということで、こちらの動画は以上でございます。失礼します。